ことは未来の自分への投資であり、そのために奨学金が必要という方は多くいらっしゃり、奨学金は大切なものであると言えます。しかし奨学金には返済義務があります。今給付型奨学金制度が国で考えられています。この制度は奨学金に返済義務がありません。自分たちの頭の中で比較検討するという経験、そして一票投じるという経験を人生の最初の選挙でやることによって、彼らの後の人生、第2回目、第3回目以降の選挙の投票行動に結びつけてほしい。こんにちは、法日党の鈴木康隆です。まず私は TPP 促進を目指します。関税を引き下げることにより貿易の自由化が進み、日本製品の輸出額が増大します。初めてだったからやっぱり緊張してテンパってしまったところがありました。模擬投票やってみて、まあ、行ってみてもいいかなとは思い始めました。今度の参議院選挙も行ってみたいなと思ったんで、模擬選挙ができてよかったなと思います。この政策やってもらいたいなっていうのを重視して投票しました。